ドルフ・ギュンター・フェルチャー・マルティネスは、スイスチューリッヒ州、ビューラヒ出身のベネズエラ代表サッカー選手。LA ・ギャラクシー所属。ポジションは DF。2001年に、グラスホッパークラブチューリッヒのアカデミーに入団し、ユースチームを経て2007から08、シーズン開幕戦の FC ザンクトガ連戦で、プロデビュー。2007年、UEFAU-17 欧州選手権に、 スイス代表でプレーした。2010年夏、パルマ FC と契約するも、セリエ A になじめず、ローン移籍を繰り返した。2013から14シーズンは、FC ローザンヌスポルトでプレー2014年から2シーズンは、MSV リュースブルクでプレー計53試合に出場するなど、主力として活躍した、2016年7月11日。 当時セグンダ・ディビシオンに降格したばかりのヘタフェ CF と2年契約を締結するも翌年1月にローン遺跡でレアル・サラゴサに遺跡しシーズン終了までプレーした2007年からユース世代のスイス代表でプレーしていたが母がベネズエラ出身で同国の国籍を所持していたこともあり2011年にベネズエラサッカー連盟からの代表入り要請を受け 母の国籍を行使する形で同年からベネズエラ代表でプレー。2016年のコパアメリカセンテナリオにも出場した。ありがとうございます。